ユーナのことが気になるか。気にすんなってのが無理だよ。何するつもりなんだ。単純に考えれば、結婚を承諾することを材料にしてシーモアと交渉するつもりなんだろうな。何の交渉。さあな。一人で大丈夫かな。望み薄だな。シーモアの方が役者が上だ。分かってんならさ、何とかしない。ユーナがそれを望んでいない。ああ、それも分からないんだよな。俺たち信用ないのか。逆だな。皆を巻き込まぬよう一人で解決しようと決意している。うん、そんな感じだ。でもそっちの方が心配するっつうの。話してくれるだけでいいのにさ。それができん娘なのだ。生真面目で思い込みが激しく甘えびただ。よく見てんな。ユーナは分かりやすい。はは、確かに。いつかガードの出番が来る。その時はお前が支えてやれ。遅い。悪い。俺は不思議と落ち着いていた。ユーナの結婚は俺が想像するようなあれやこれやの結婚じゃなくて、そう、旅を続けるためのちょっとした儀式みたいなもの、そういうふうに考えられるようになってたからだと思う。まあなんていうか諦めの境地ってやつだったのかもしれないけどさ。行こっか、ユナ。ユーナ様、無事のご到着何よりです。それからご婚約のことおめでとうございます。シームは老師の使いが迎えに来てるみたいですよ。マカラーニャ寺院へはあちらの道をお進みください。ユーナ様、お祝いを。最近クレブネム、こっち今は真っ考えんの、やめた。
こまでだ。あんたたち、ドナーを見かけなかったか？ドナー？見てないっすよ。どうしたんだ？森に入ってからはぐれちまって。くそ、どこ行っちまったんだ？落ち着く。でも、あいつにもしものことがあったら。取り乱して無駄口を叩いても、何の解決にもならん。今はドナーの無事を信じて、全力で探すことだな。でもガードが取り乱していたら召喚士はどうする？そうですね、手伝いが必要か？いいえ、一人で大丈夫です。アーロンさん、ありがとうございます。どうした？ああ、元気出してって言おうと思っただけ。逃げるんじゃねえからな。勘弁してやる。次に会ったら叩きのめす。虹のごとく色を変える蝶が旅人を秘密へと誘う。
勘弁してやる。 Thank you.
高いと思う。